プレミア今季最高の契約、遠藤航の順位がすごすぎる。A 氏、デイリーメールが、今季最高の契約者、と題し、作家と近藤の移籍市場を通して各クラブの中で最も傑出した契約選手のトップ10を発表した。加入当初は過小評価され、現在はワールドクラスとの評価を受けているリバプールに所属する日本代表ミッドフィルダー遠藤航は5位に選出されている。寸評では、当初は一時しのぎの安いオプションに見えた。しかし、アンフィールドでの彼のインパクトは、クロップを含む全ての人に衝撃を与えた。この日本人ミッドフィルダーは崩しのプレイの達人であり、ポゼッションでは物事をシンプルに保ち、周囲の選手が活躍できるようにすると高評価。そして、遠藤はその戦いに明らかに勝利し、今後数週間にわたってタイトルを獲得する上で、リバプールにとって欠かせない存在となるだろう、と伝えている。ライスの移籍金は190億円、パルマーは87億円、マディソンは73億円。そう考えると費用対効果なら間違いなく遠藤が圧倒的だな。リバプール、クロップの敬願と遠藤自身のたゆまぬ努力、素晴らしいです。コスパもそうだが、主力が野戦病院状態のリバプールが今でも首位争いに残っていられるのは、彼の獅子奮迅の働きが大きく寄与している。そういう貢献度を鑑みれば、ライスに次ぐ2位くらいでも不思議ではないと思う。こういうランキングに日本人選手が出てくるのは気持ちがいいね。首位争いしてるんだから、パルマーより上でもいい。ここにカイセドが入ってないのが哀愁を感じさせる。今季補強が大当たりのリバプール内でトップなのは素直にすごい。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。